はい、ちょっとね、帰りは橋を通らずに下を通って帰っていきます。ちょっとね、足元気をつけながら歩いていきます。下を通るのもね、あんまりないんですよね。今日は干潮で波が引いてるんで歩きやすいと思いますよ。ただもう足場が悪いんで、ゆっくりゆっくり慎重に歩いていかないといけないんですけど、さっきの子供さんは大丈夫かな。はい、ここは水道管とかいろんなものが入っていた。そして橋、昔の橋はこの付近にあったんですよね。よいしょ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 。はい、こんな感じですよね。面白いでしょ、鬼の洗濯板。よいしょ、手が一本しか使えないんでなかなかでございます。バランスが悪いですね。バランスを取りながらゆっくり歩いていきましょう。よいしょ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 。もうおじさんはね、もうフラフラしてるんでダメなんですよね。はい、この下が橋の下です。こんな感じで、このこういうところにね、小さな魚とかカニとか貝がいるんですね。もう夏になると子供がね、下の方に降りてきて、ここで水遊びをする子供が多いです。まあ、海のね、波がね、怖いっていう子もおるんですね。なんかプール感覚でここで水遊びをする子供って結構います。まあ、私はもう最近ここでは遊びませんけれどね、大人もたまに子供と一緒に水浴びをしております。よいしょ、滑らないように気をつけましょう。よいしょよいしょよいしょ。本当、安全に従事して滑らないようにゆっくりゆっくり歩いていきましょう。よいしょよいしょ。はい、今こんな感じ。はい、半分、まだ半分来てないな。なんかいるのかな。あ、なんかいそうな感じですね。あ、なんか動いてる、動いているっていうか、単なる水の波紋かな。海の香りがします。香りがいいですね。まあ、こういった歩けるような道があるんですけれど、苔とか糊が張っているんでね、本当足元確かにゆっくりゆっくり歩かないと頭を打ってしまいます。あ、何かいるな、やっぱね。何かいるけど人の気配を感じて隠れるんでしょうね。ここに何か、あ、いた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 、なんかいたぞ。なんか、あ、いた、エビがいる。ここにエビ見えますか。エビ、エビがいます。よいしょ、あと少しです。あ、向こう行けるか。行けなかったらまた逆戻りということなんですけれど、橋の反対側に行けばいいかな。よいしょよいしょ。はい、こんな感じ。あ、気持ちいい、気持ちよい風が吹いてきます。よいしょよいしょよいしょ。滑らないように、よいしょ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 。おじさんはもう最近運動もしないので、うわ、ちょっとなんかすごい間が空いてます。ここどうしよう。ここ何もない。あ、ここも何もない。あ、ちょっと靴が濡れるけど
これしょうがないな。中にズボッと入って、よいしょ。おー。あ、ここなんか流れてる。あ、隙間があるのかな。右から左に水が流れている感じです。あ、面白いね。こういったことを夏休みの自由研究なんかでやるといいんですよね。はい、あと少しです。あ、リアルゴールドのペットボトルのがある。はい、ここまで来ました。ゴールはあと少しです。よいしょ。はぁ、涼しいですね。気持ちいいです。はい、これね、昔の橋の欄干。さっきご紹介したんですけど、これが昔の橋の欄干で、ここに木がね、木の跡があるでしょう。年輪があって、もう木もね、ちょっとこれ木かというぐらいに変わってますけれど、ここに木があって、ここに柱が立って橋があったんですね。だからこっち側に橋があったということなんですよ。だこうあったのかこうあったのか分かりませんけれど、それを建て替えて、まあ、こんな橋になってるんですね。はい、ですね、ずっとこれ足場みたいなものがずっとここにあるんですよ。であちら側もね、欄干があった場所、あそこもってか、こっち側に橋があったような感じです。よいしょ。はい、あと少し頑張って歩きましょう。ちょっとした冒険、冒険というか、またこういった動画を YouTube に上げると、大谷は何バカなことやってるんだって、そこは入っていいのかって、立ち入り禁止ではないかと言われそうな感じですけれど、立ち入り禁止の看板はどこにもありませんでした。逆にこういった、ね、安全を留意して、自然と海と親しむっていうのは別にいいのかなと思うんですよね。ちょっと、おじさんはおじさんなりに足場を確かめながら歩いてます。はい、こんな感じ。こういうところは魚はいいでしょうね。天敵っていうか大きな魚が、来ることもないしね、まあ、楽園みたいな場所ではないかなと思いますよ。はい、なんとかあと少しでゴール。はぁ、よいしょ。なんとか岩場を渡りきりました。はい、ここにもずっとありますよね。これが名残ということで、こんな感じです。ね、面白いでしょ。で、これもね、こんな岩をね、ガンガンと積み上げて、作ってるんですよね。まあ、セメント、コンクリートも入ってますけど、まあ、岩をガン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 積み上げて、まあ、こんな新しい橋に作り変えたということで、まあ、こういったね、昔の遺構というか、こういったの残ってるとね、昔のことをね、感じることができるのかなと思います。はい、ということで、帰りはね、橋ではなく、橋の下を通って歩きましたというだけの動画でした。よろしければチャンネル登録お願い申し上げます。それでは今回この件で失礼します。